はい、どうも、ヒアリです。どうも、はい。今日なんですけども、はい、なんかレアなスニーカーのリストックが出ていて、はい、それがしかも半額で買えたというような話が出てきてるんですか。そうなんですよね。定価の半額で買えたという話が出てきまして。っていうことは、プレネから考えるとだいぶ安いですよね。そうなんですよね。まあ、羨ましいなという話なんですけど。そうですよね。はい。で、その他陸上がいくつかあるんですかね。そうですね。今後発売されるちょっと面白いね、ナイキダンクローが出てきてるのと、あと、あるジョーダンのカラーを彷彿させるような、はい、エアフライトハラチの、まあ、進捗もね、発売の話が出てきているんで、うん、それちょっとご紹介させてもらいたいんですけど、はい、はい、このチャンネルでは隅からファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の見てない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムをやっておりますので概要欄の方にリンクのがありますので気になるところの方よろしくお願いします。お願いします。でですね、はい、あれですね、やっとこさね、チャンネル登録者の方がね、はい、3万8000人を超えましてね、あと2000人と4万人までね。4万人行ったらね、またね、何かしらの。ノベルティーじゃないですか。はい、作ってね、記念をちょっとやりたいな、記念プレゼントやりたいなと思ってるんですけども、まだね、はい、僕らの動画見ていただいてる方、約半数の方がまだチャンネル登録していただけていない。そろそろしていただければと思ってるんですけどね。はい、その方もね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだ4万人目指して頑張りましょう。そうですね。はい。はい、じゃあ早速なんですけども、はい、スニーカーゾーンに何か来てたのかと今日ね全然寝れなくて、はいはい、たまたまちょっと早朝に起きてたんですよ、ね、はい、はい、でスニーカーズの方を見てると、まあ、朝の早い時間帯にたまにリストック来てることあるじゃないですか。ありますね、はい、朝の、ね、4時15分か20分ぐらいだと思うんですけど、はい、たまたまスニーカーズバリのとこに僕が買わなかった、ナイキダンクローの COJP がねあったんですよ、はい、すぐに押して見てみると、うん、もう完売になったんで、うん、まあ、かなり少ない数の、まあ、リストックだと思うんですけど来てたみたいなんですけど、ね、なるほど、はい、まあ、僕ちょっと4時過ぎてたんで、はい、まあ、もしそのね、4時ちょうどに来てたのに出くわしてたら、まあ、サイズあったのかなと思ったりしてたんですけど、あ、そうだったんですね、はい、まあ、買えなかったって話なんですよ、ね、なるほど、はい、はい、でそれ以外にね、うん、US のスニーカーズの方になるんですけど、僕がスニーカーズの方で買えたシチューシーとナイキバンダルハイなんですよ、ね、うん、ブルーのカラーなんですけど、まあ、僕届いてるんですけども、はい、はい、US のスニーカーズで発売されてめっちゃ余ってるんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ、ね、結構余ってるみたいなんですよ、ね、実際海外の方ではシチューシーとナイキバンダルハイに関してブルーは結構ね、うん、余ってるみたいなんですよ、ね、あ、そうなんですね。そうなんですよ。ただ、国内の二流通で買う方が、海外から買ってこっちに持ってくのを考えたら全然安いっていう話なんですけどね。はい、まあ、ちなみに、ブローのカラーに関してはもう僕届いてまして、インスタグラムのストーリーズの方に少しだけ上げているんで、まだ写真撮ってね、僕のインスタグラムに上がると思うんですけど。はい、あれですよね、バンドの部分変えれるんですよね。あ、そうなんですよね。カラー違いで他のね、ストラップのカラーがついてて、あとブルーに関しては、デフォルトでついてるシューレースのカラーがブラックやったんですけど。ごめんなさい。びっくりしますよ。はい。いきなり、なんかシューレースの替えの話。鼻が急に。なるほどね。多分ね、空調の風がね、当たってるからと思うんですけどね。はい、そうなんです。どこまで、あ、そうなの、オレンジのカラーのね、はい、シューレースのカレーがついてたんですけど、はい、まだ写真のあげると思う。はい。で続いてなんですけども、はい、ナイキダンクローのヘンプ&スウェードですね、はい、こちらはナイキの方から好写真ができまして、うん、海外のスニーカー系サイトに紹介されたんですけど、発売の時期は一応夏っていうのに書いてたんですよね、うん、はい、でその名の通りじゃないですけど、スウェードの素材とヘンプの素材で構成されているナイキダンクローで、まあ、カラーがクリームのようなカラーと薄い、グレーのカラーと、あと一部差し色でゴールドのカラーが使われてるんですよ、ね、そうですね、まあ、スウッシュの部分と終端の部分の単体のナイキって書いてる部分が一部ゴールドのカラーが使われているんですけど、うん、まあ、アッパーであったりとかスウッシュの部分はこれステードの素材が使われてまして、トゥーボックスとサイドパネルの部分のこのクリームのカラーっていうのはこれヘンプの素材なんですよね。なるほど、はい、まあ、このヘンプの素材なんですけど若干ちょっと彫りが甘めというか目がちょっと荒いかなと思うような、あ、まあ、ヘンプの素材といいますか使われているリストが出てきてるんですけど、でね、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、付属でフルーツバスケットということで、この、ボディに使われているヘンプのカラーに似たモデルのこんなね付属品がついてるんですよ、ね、はい、これってウィメンズじゃないんですね。ウィメンズっていうには書いてなかったんですけど、そうですよね、そうなんですよね。なんかね、雰囲気からするとこういうパターンでなんかウィメンズだったりするんですけど、ね、多いんですけど、まあ、そうでもないと、まあ、久しぶりにね、ナイキダンクローでこういったね、まあ、カバンといいますか、フルーツを入れるね、このカバンがついてるみたいなんですけど、うん、まあ、こういった付属品についてるのに久しぶりに見たなとちょっと思ったんですけどね、はい、はい、
で、レッツテイテなんですけど、次もね、素材感がちょっと面白いスニーカーになるんですけども、はい、ナイキ SB ダンクローのノイズアクアですね。はい。それが今年の秋に発売じゃないかというところですけども。あ、そうなんですね。けども。以前にも紹介されてもらってるんですけど、うん、もう持ってらっしゃる方の投稿で、これ、キックさんになるんですけど、いろんな角度から撮ってる写真が出てきてるんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、使われてるカラーっていうのはオレンジのカラーと、ノイズアクアって言われる、まあ薄いブルーのカラーが使われてるんですよね。うん、はい。まあところどころ濃淡の差が出てると言いますか。オレンジのカラー使われてるんですけど、シューレースの部分のオレンジのカラーっていうのは他のオレンジのカラーちょっと濃いみになってるんですよね。そうですね。はい。で、トゥーボックスのサイドパネルの部分に薄いブルーが使われてるんですけど、スウッシュの部分に使われてるブルーはそれよりちょっと濃いみになってるんですよ。うん。はい。毛足の長いちょっと精度が使われてるの全体にね。そうですね。そうなんですよ。はい。まあ精度の素材が使われてないのは、終端の部分だけなんですけど、まあかかとから撮ってる写真であったりとか、うん、正面から撮ってる写真から見てもらいたいんですけど、これね、フィアリスはさっき秋頃リーズじゃないかって言ってたんですけど、なんとなく夏っぽいなって感じもするんですけどね、カラーリング的にはね、そんな感じもしますよね。そうなんですよね。なんかパッと見、なんかあの、目の粗い、はい、画用紙の上に描いた絵のような感じ、ね。あー、なるほどね。はい。まあこういったものが秋頃リーズされるんじゃないかということで、紹介されたんですけど、うん、はい。はい、まあ、そんなね、ナイキ SB といえば、ちょっと今後発売されるもので気になるものがあるんですけど、新たにリークアカウントサイトの方が、このパワーパフガールズとナイキ SB ダンクローのコラボのことについてまだ触れてたんで、ちょっとやらせてもらいたいんですけど、はい、このパワーパフガールズとナイキ SB ダンクローのコラボで3色発売するっていう情報があるんですけど、まだ実物でできないんですよ。そうですね。はい、これは今年後半じゃないかって言われてるんで、まあ、ちょっと実物みたいなと思ってるんですけど、はい、それ以外の部分で言うと、US のスニーカーズの以前から紹介されてもらってるんですけど、うん、僕らが気になるボーン&レイズとナイキ SB ダンクローのコラボなんですよね。うん、これは7月の21日にベルトセットで発売が来てるんですけど、これちょっと日本の発売気になりますよね。来てほしいところですけどもね。まあ、来月発売なんで、来月の頭ぐらいに日本のね、スケートボードショップであったりとか、スニーカーズも更新されたらちょっと嬉しいなと思ってるんですけど。うん、はい。あの、パワーパフガールズについてはですね、どのカラーが一番気になりますか？はい、あー、黄色っぽいカラーちょっと気になりますけどね。黄色いいですね。はい、そうなんですよ。まあ、僕これと、あとまああの、ブラック、グリーンも気になるかなって感じですけど、はい、これでもね、あくまでもモック画像なんで、あ、そっか、そうなんですね。どういったものになるかはちょっとね、まだ分かんないんですけど、はい、まあそのあたりまだ分かり次第ですね、こちらご紹介したいなと思ってるんですけど、はい。で、続いてなんですけども、ナイキマックアタックのレッドクラッシュですね、はい、こちらの方が今年の夏発売じゃないかということなんですけど、あなたに持ってらっしゃる方の投稿で、まあ、着画であったりも出てきてるんで、うん、ちょっと見てもらいたいんですね。本当にいろんな角度が撮ってるんで、まあ、分かりやすい一足と言いますか。はい。はい。このカラーに関しては、1984年に存在しなかったカラーなんですよ。そうなんですね。はい。ホワイトのカラーとレッドのカラーで構成されてるマックアタックになるんですけど、うん、はい。ナイキでターミネーターもそうなんですけど、ホワイトとレッドのカラーで新たなモデル作るの好きですよね。そうですね。そうなんです。ターミネーターも今日発売された、まあ、あのホワイトユニバーシーレッドのカラーあるんですけど、うん、まあ、あれ結局ね、あの同じタイプしなかったんですけど、うん、あ、今も僕のサイズ確かに余ってたと思うんですけど、ね、はいはい、まあ、このカラーね、いいなと思うんで、欲しいなと思うんですけど、はい、でもね、23日に、ね、もし見ると、ね、そうなんですよね、あのおじいの方が発売されるんであれば、はい、やっぱりそっち行きたいなと、そっち行きたいっすよね、感じますよね。はい、6月の23日以前ご覧させてもらってるんですけど、うん、1984年のマックアタックのまあ、グレーのカラーが復刻の話があるんですよね。そうなんです、ね、はい。以前から紹介されてもらってるんですけど、一向に日本の発売の情報では出てこないんですよ。うん、海外の小売りの方では、もうちょろちょろ発売の情報が出てきてまして、うん、まあ、日本の発売の情報まだかなってちょっと思ってるんですけど。まあ、楽しみなところですよ、ね。そうなんですよ。はい、で、秋頃に、また同じく OG の復刻で、うん、1984年のモデルになるんですけど、うん、レブロン・ジェームスが履いてた、ホワイトとブラックのカラーのマックアタックがあるんですよね。うん、そうなんです、ね。それも復刻予定なんですよね。はい、今年にリリースされる実物も出てきているんで、うん、はい、まあ今年はね、マックアタックすごく多くて、コラボも ね、2つほど控えてるんですよね。はい。海外のセレクトショップであるソーシャルステータスの方とマックアタックのコラボが控えてて、これに関しては一気に3つ出るんですよね。うん、そうなんですよね、はい。カラー違いで3つ発売されるのと、あとまあトラビス・スコットとマックアタックのコラボで、スッシュが反転してるモデルがあるんですけど、それが今年のホリデーシーズンって言われてるんですよ。これね、どうなるんでしょうね。どうなるんですか ね、まあ、今後またマックアタックに関してはもう、うん、タックのように、まあ、ターミネーターのようじゃないですけど、めっちゃ擦られそうな気がしますけど、ね、そうですね、はい、
で続いてなんですけども、エアージョーダン2ローの UNC ですね、はい、こちらが7月の8日発売予定ということですね、はい、ナイキの方から公式写真が出てまして、まだ US のスニーカーズの方にその日程で発売が来てないんですけど、まあ、こういった風に、海外のスニーカーゲーサイトで紹介されてまして、うん、まあ、カラーの方がシンプルにホワイトのカラーで、一部、まあ、パウダーブルーといいますか、うん、薄い水色のカラーが、まあ、差し色で使われているストーブなんですよ、ね、なるほど、はい、これっていうのは以前にもご紹介させてもらってるんですけど、マイケル・ジョーダンが1987年にノースカロライナ大学の同窓生が集まって、うん、あの試合やったんですよね、バスケットのね、はい、その時に履いてた一足っていうのがエアジョーダン2の PE のモデルで、うん、今回発売されるこのモデルにすごく似てるんですよね。そうなんですね、はい、まあ、今回発売されるそのモデルっていうのは、1987年にその同窓生で集まった社員の時に履いてた一足のオマージュといいますか、うん、になってるんですよね、うん、はい、まあ、これが発売されるということで出てきてたんですけど、まあ、エアジョーダン2ね、うん、やっぱいっぱい出ますよね。楽しみですけどね。そうなんですよ、ね、まあでもちょっと色出すぎたなっていうのがありますけどね。最後に買ったのは僕、OG のシカゴありますよね、うん、買ってから全然買ってないんで、ね、もう半年経ってますね。それで、ああそうなんです、あれ年末に買ってるんで去年と、うん、そうなんですよ。でね、そんなね UNC といえば、まあ、ちょっと UNC の、まあ、カラーのね、縛りでジョーダンブランドが出てるものを並べてる写真館にちょっと見てもらいたいんですけど、うん、まあ、エアジョーダン1から始まってエアジョーダン6まで載ってるんですよね。なるほど、はい、通称の名前が UNC と呼ばれてるものをこれで並べてるんですけど、うん、で今回7月の発売予定のエアジョーダン2の UNC も入ってるんですけど、うん、この中で僕持ってるのね、エアジョーダン1配用時だけなんですよね。あ、持ってますよね。そうなんです、フィアレスに、まあ、たまたまちょっと限定アクセスがね取れたんですよ、たまたま、はい、で僕のサイズも売り切れてたんで、カイノネさんのやつを買ったんです、ね、買っていただいたんですけど、はい、そうなんですよ。でこの中に映ってるもので言うと、うん、やっぱエアジョーダン4の UNC って欲しかったんですけど、そうそうそう、保留しすぎて気がついたらめっちゃ値上がってたんですよね。最初ね結構リストックも来てて、はい、ABC マートさんの店舗とかでもあるよみたいな感じやったんです、ね、まあ、いつでもええかみたいなね、そうで過ごしてたら、ね、エアジョーダン4ってなんか気がついたら値段上がっちゃって、そうなんですよ ね、まあ、今思うと手数料全部込みで2万8000円ぐらいの時に、うん、まあ、2ユースの方で買っておけばよかったなってちょっと思ってるんですけど、そうですね、まあ、それ以外にね、まあ、エアジョーダン6、まあ、これカーバインの、まあ、ブロッキングを豊富させるような、うん、まあ、UNC のモデルであったりとか、まあ、最近発売されたエアジョーダン5も UNC とか映ってるんですけど、うん、はい、やっぱり気がかりのは、まあ、エアジョーダン4の UNC がやっぱ欲しいなというちょっと思ったしますけどね。そうですね、はい、はい、で、まあ、エアジョーダン1配合時はね UNC2 の方がね、あ、そうなんです、10月のね22日に発売されるということなんですけども、はい、はい、まあ、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、まあ、海外のリーグアカウントサイトである Z スニーカーヘイスの方が、うん、まあ、こういったまとめてる写真といいますか編集してる写真をね投稿してたんでちょっと見てもらいたいんですけど、うん、まあ、来月最も欲しいエアジョーダン1配合時はこの UNC2 なんですよね。そうですね、そうなんですよ。まあ、ぜひともね定価で買えたらいいなと思ってるんですけどね。僕最近あのスニーカーズでエアジョーダン1配合時が書いた記憶が、ね、ああそうなんですよね。そんなに書いてないですから、ね、あ、そうなんですよ。まあダブルオってもう長いことないっすよね。そうですね、そうなんですよ、ね、これに関して発売された瞬間にニュースの方ですぐさなんかねちょっと高めに値段がついたりとかしたらちょっとしんどいなと思ったりするんですけどね。多分、ね、これなんか人気高そうですけどもねと思うんですけどね。カラーもいいカラーです、ね、はい、まあ、これも欲しいんですけど、今月買えなかったエアジョーダン1配合時のロストヘリテージの方も、うん、一応、二流通の方では気にしてて値段見てるんですけど、まあ、その、はい、その近くかなと思ってるんですけどね。はい。はい、続いてなんですけど、はい、エアジョーダン3のパロミノですね、はい、こちらが7月29日に発売予定ということなんですけど、これもね以前から紹介されてもらってるんですけど、はい、来月なんですよね。ああそうですね、はい、エアジョーダン3のパロミノなんですけど、まあカラー的に秋っぽいんですけど7月に発売なんですよね。そうなんですよね、はい、これね、海外のリークアカウントサイトである Z スニーカーヘッズの方がまだこういったように編集してるね、まあ、まとめてる写真を投稿してたんでちょっと見てもらいたいんですけど、うん、セールのカラーに対してこのブラウンのカラーが使われてる感じすごくいいですけど、そうですね、はい、まあ、エアジョーダン3に関しては今年、ホワイトセメントリーマジンと変えてるんで、まあ、当分ちょっといいかなっていうのはあるんですけどね。ああそうですね、そうなんですよ、はい、うん、このパロミノって言われるカラー改めて紹介されてたんで、うん、工場からさせてもらったんですけど、はい、はい、でもやっぱりパロミノといえばね、うん、欲しいやつがもう一つありますね。そうなんです、はい、9月の2日発売予定のエアジョーダン1配合時のパロミノですね、はい、そうなんですよね。まあ、新たに出てきてる写真があるんでちょっと見てもらいたいんですけど、うん、海外のリークアカウントサイトの方が本日インスタグラムに投稿してたんですけど、これね9月の16日っていう風にこの方は添えて書いてあったんですよね。
ね。なんか、言ってるとこが2日の日、そうなんですよ。16日のところもあるんですよ、今のとこね。9月2日および9月の16日ってあるんで、まあ、これ海外での発売の日程になるので、どちらかで来るんじゃない。もしかしたら US、EU の、まあ、日程になってるかもしれないんですけど、うん、まあ、日本のね、発売の方はどっちの日程で来るかっていうのはちょっとわかんないんですけど、うん、まあ、これも星一足なんですよね。まあそうっすね。でもなんかこれも人気ありそうなんですよね、なんとなくね、だと思うんですけど、ね、難しそうな感じ。ほんでまたこれ秋にね、すごく合う感じしますし、はい、さっきのね、あの UNC2 は夏にね、はい、で、で今回のこれはバルミューノの秋に合うっていうね感じなんですよね、はい、これ僕らどちらか一方手に入れることできるんですかね。できるんですかね。はい、両方ともいいんですよね。両方とも欲しいんですけど、あ、そうなんです。バルミューノもそうなんですけど、 UNC2 もそうで、はい、このパロミノっていうのはエアジョーダン1汎用時のシャドウとエアジョーダン1汎用時のダークモークを掛け合わせたようなモデルといいますか、そうです、ね、まあ、ブロッキングでいうと、まあ、ブレッドであったりとか、まあ、ローヤのブロッキングなんですけど、まあ、シャドウのブロッキングもあるんですけど、はい、で、まあ、シューターの部分のナイキエアで書いてる部分がブラックに、まあ、ゴールドのカラーで入ってるんですよね、はい、でそれと同じデザインにリンクしてボックスを添えたようになってるんですけど、うん、まあ、これ欲しいっすね、これね、濃いですか、ね、というのもエアジョーダン1汎用時のダークモークは買えなくて、二流通の方で初日にすごい値段ついてて、で次の日まだ上がってて、もう買うのやめたんですよね。そうなんですよね。そうなんですよ。はい。これはぜひでもちょっと、うん、定価で買いたいなと思いそうなんですよ、ね。そうですね。はい。はい、で続いてなんですけども、ナイキエアマックス86のワールドメイクですね。はい、そうなんですよ。こちらの方はナイキの方の高写真が出てきてまして、発売が近いんじゃないかって言われてるんですけど、またね、ビッグバブルシリーズなんですよね。そうですね。そうにしても今回のちょっとね、いろいろと出る感じがありますよね。まあ、カラーの方が、まあ、ベージュのカラーであったりとか、セールのカラーで構成されてる、エアマックス86になるんですけど、うん、でまあ、ビッグバブルということなんで、エアユニットの部分が4つ空いてるんですよ、ちゃんと、うんうんうん。で、使われてる素材が、コルクの素材と、タンブルレザーと、ヘンプのような素材が使われてるんですよ、ね。そうなんですよね、はい。インソール見てもらうと思いっきりコルクのような素材が使われてて、うん、そのコルクのデザインをそのままね、ボックス の包み紙にデザイン落として込んでるんですよ、ね。ああ、そうですね。はい。ブルーボックスのあたりとかよく見ると、なんかヘンプっぽい感じやったんで、うん、これちなみに、ね、そういった説明は書いてなくて、あくまでも見た感じでなんですよね。もう海外のスニーカー系サイトの方でまだこれ紹介されてなかったんで、うん、今後紹介された時に詳しく書いてると思うんで、その時もう一回リアンしたいなと思ってるんですけど。はい、この黒のラインにね、ホワイトのステッチみたいなのが入っていて、あ、そうなんですよね、まあ、なかなか可愛らしい感じに仕上がってますね。僕らが持ってるエアマックス86のビッグバブルのホワイトレッドのモデルと全然ちょっと作り違うんですよね、これ。そうですよね、はい、そうなんです。まあ、こういったものが今後リリースされるということで、まあ、この間ね、ブルーサファリって言われるね、はいはいはい、サファリ柄が使われてるモデルが発売されたんですけど、はい、なんかエアマックス86のビッグバブルシリーズが今後もまたたくさん出るんだなっていうちょっと思ったってました。そうですね、はい、で続いてなんですけども、ナイキエアフライトハラチですね。こちら2023年発売予定と、はい、そうなんですよね、はい、ナイキの方の高写真が出てきまして、ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、遠目から見るところ思いっきりエアジョーダン成分のボルドーなんですよ似てますね、似てるんですよね。実際こういったふうに比較してる写真があるんですけど、うん、エアジョーダン成分のボルドーのカラーをこのエアフライトハラチに落とし込んでるじゃないですか、うん、はい、ただちょっと手が加えられてて、このエアフライトハラチ、縁取りされてる部分ちょっと見てもらうと、うん、エアブラシ のスプレーシュッてやったようなデザインになってるんですよ。ああ、そうですね。そうなんですよね、はい、まあ、上から撮ってる写真ちょっと見てもらうと、インソールにバスケットボールのデザインが入ってまして、入ってます、ね、これ過去にね、インソールにバスケットボールのデザインが入ってるモデルを違うモデルでご紹介されてもらってるんですけど、うん、フープコレクションっていうことでバスケットへのオマージュという一足で、うん、ナイキダムとか紹介されてもらったんですけど、はい、そのコレクションの一つらしいんですよ。あ、そうなんですね、はい、その中に含まれているのがこのエアフライトハラチで、エアジョーダン成分のボルドーを彷彿させるデザインのモデルなんですけど、うん、まあ、これが発売近いんじゃないかということで紹介されてました、ね、はい、はい、で続いてなんですけども、ジョーダン MVP のラッキーグリーンですね、はい、こちらウィメンズになるんですよね。あ、そうなんですよね。これね、来年の話なんですよね。あ、そうですね、はい、ナイキの方から好写真が出てきまして、2024年の春頃にリリースされるんじゃないかということで紹介されたんですけど、うん、まあ、以前にもさせてもらってたんですけど、うん、ジョーダンブランドが出る通称の名前がラッキーグリーンでついてるモデルって割と春頃多いんですよね、うん、
そうですね。そうなんですよ。はい。で、このジョーダン MVP を、まあ、ラッキーグリーンっていう名前が通称についてて、うん、デルカラーっていうのは一部グリーンのカラーが使われてるんですけど、うん、はい。で、これウィーメンズで、このジョーダン MVP っていうのは、エアジョーダン6とエアジョーダン7とエアジョーダン8を掛け合わせてデザインなんですよね。なるほど。はい。まあ、ジョーダンが 3P でやった時に、まあ、その時にまあ、履いてた、まあ、モデルといいますか、うん、はい、6、7、8の、まあ、デザインを掛け合わせて使われてるイソブなんですけど。そういうことなんですよね。はい。まあ、ちょっとだけ気持ち7多めかなって感じがするんですけど。確かに、ね。はい。今、シューダル部分見てもらうと6のデザインであったりとか、うん、まあこのね、サイドソールの部分を見てもらうと、まあ8のデザインが使われているんですけど、ウィメンズのモデルで、ホワイトとグリーンのカラーを基調にしている、カラーリングでですね、通称の名前が、ラッキーグリーンって付いているモデルが、まあ来年の春をリリースされているので、紹介されていました。はい。はい、続いてなんですけども、なんかレアなスニーカーのリストック情報みたいな場合にあったんですか？そうなんですよね。ちょっとね、これ見てもらいたいんですけど、うん、まあ喉から手が出るほど欲しい、あのスニーカーがいくつか載ってると思うんですけど。なんか英語でちょっと、あれっていうようなことが書いてますね。ああ、そうなんですよね。はい。これ、エクスクルーシブアクセスフォーエンプロイーズって書いてます、ね。そうなんです。これね、ナイキの従業員さんだけがアクセスして買えるんですよね。そういうことなんですね。そんな限定アクセスあるんですか？あ、そうなんですよね。はい。で、着てるのが、まあ、4足着てたんですけど、まあ、3つだけに絞って説明したいんですけども。ね、3つだけに絞って1つはボメロやから。全然レアじゃないやん。買ってないんですよね、ボメロね、ずっとね、気になるって言っときながらね。そうですね。そうなんですよ。はい。まず一つ目がですね、まあ、この間発売された、うん、まあ、エアジョーダン・ワーロの OG で、トラビス・スコットのコラボの、ウィーメンズのオリーブなんですよ、ね。はい。はい。こちらの方が、まあ、定価でね、映ってると思うんですけど、うん、これ半額で買えるんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。はい。これ従業員の方だけが、これを半額で買えるということで、紹介されたんですけど、はい、ちなみにこれね、今、このオリーブに関しては、ニーユーツの方で、まあ、僕のサイズにあるんですけど、だいたい13枚ぐらいなんですよね。やっぱトラビス・スコットすごいですね。はい。なってますね。で、これ日本のね、定価で考えると、だいたい 19,580 円ぐらいだと思うんですけど、はい。はい。それが半額なんで、もう9,000円ちょっとで買えちゃう。ちょっとかなっていう感じなんですよね。めっちゃ売れましいっすよね。これサイズは選べたんでしょうかね。どうなんでしょうね。数は少なかったらしいんですけど、うん、そうなんですよ。書いてらっしゃる方いるみたいなんですよ。なるほど。で、それ以外に、これはね、ちょっと僕がニューズのこれずっとお気に入れてる一足なんですけど、うん、エアジョーダン6とトラビス・スコットのコラボの、ブリティッシュカーキも着てたんですよ、ね。うん、そうなん、これ結構前ですよね、発売されたんで。結構前ですよ。だってこれ、もう2021年とかですかね。あ、そうなんですよね。で、こちらの方がね、今ニューズの方で、うん、大体僕のサイズだと、まあ、65,000円前後かなっていう感じなんですよ。結構なお値段ですね。はい。で、これがね、日本の定価が29,000円ぐらいだったんで、うん、まあ、半額で買えたとしては、大体、内業従業員さんは日本円で言うと、まあ、15,000円ぐらいで買えたのかなっていうちょっと思ってるんですけど。いいですね。はい。で、次はね、うん、またこれ僕、あの、二流通の方でよく見てる、持ってない一足なんですけど、うん、エアジョーダン4とアママニエルのコラボなんですよね、これ。うん、これかっこいいですよね、なんか。そうなんですよ。これもね、着てたらしいんですよ。そうなんですね。はい。で、こちらの方が大体リユースの方では、うん、今45,000円前後なんですよ。僕のサイズに関してなんですけど、うん、大体ゴールデンサイズはまあ5万いかないかなっていう感じだったと思うんですけど、はい。はい。で、これ日本の定価の方が27,500円なんで、うん、まあ大体その半額で、まあ14,000円ぐらいかなっていう感じですかね。まあそれぐらいで買えたってことなんですね。はい。いや、羨ましいっすよね。今からナイキの就職試験受けますか？いや、そう、アメリカのナイキじゃないとダメじゃないですか。ああ、そうだと思うんですけど、ドル表記なんで、これ。はいはい。そうなんですよね。まあ、こういった立足が出たんですけど、まあ、ナイキの従業員さんだけが半額で買えると言いますか。めっちゃいい福利厚生ですね。はい、そうなん。ただこれすぐになくなったっていうふうに、うん、それはそうです、ね、言ってましたね。そうなんです。でね、これ海外リーカー側のサイトで報じたときに、うん、下についてたコメントいくつか読んでたんですけど、小売りに、あの、半額じゃなくて定価でいいんで、来てほしいって言われましたけど、ね。まあまあまあ、それはそうです。って書いてました。うん、はい。まあ確かになっていう感じなんですけど。いやまあ、プレゼンの半額でもいいですよ。ああ、そうっすよね。確かにね。ああ、エアジョーダン4とアママニエルのコラボを、プレゼンの半額ぐらいで買えるのであれば、大体定価ぐらいなんでね。そうですね。そうなんですよね。うん、はい。まあ、トラビス・スコットとエアジョーダン・ワーローの OG のウィーメンズ・オリーブに関しては、うん、半額でも、まあ、6万円以上するんで、うん、っていう感じなんですけどね。そうですね。はい。プレゼンの値段から考えると。うん、はい。まあ、不思議なのが、この並びの中になぜボメル入れないんですか？そうなんですよね、うん。僕もちょっと思ったんですよ、それ。ほんまに余ってたんやなって感じが。気がするんですけどね。はい。まあ、こういったちょっとね、面白い話が海外のリカーガンドサイトの方で、いくつか紹介されてたんで、うん、こちらもご紹介させてもらったんですけど。
はい。またこういったニュースも、はい、動画でお伝えできたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアリスでした。はい、ですよ。さよなら。感謝しました。はい。I'm sorry but it's evident You're on your phone 24-7 No reply when I text at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you, something in us But I can't see a future without the trust So I'm reminiscing visions I had